こんにちは、タカラタクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、仮想通貨の話題なんですけれども、今回ですね、急騰しておりますね。今回の急騰はトレンド転換の、兆しになるのか、そして、これまでの、市場の違いと、いろいろとファンダがファンダメンタルズ来てるんですけれども、そういったものも検証していきたいと思います。その、相場が急騰する、高騰するということ自体はもちろん大歓迎なことなんですけれども、その原因を知ることでですね、今後どういった形で、取り組んでいったらいいのか、もしくは、そのメンタル面の部分でもなんか参照になればいいかなと思うんですけれども、今回ビットコインの急騰によってですね、停滞していたアルトコイン市場にも高騰の波が波及している、ような状態になっております。そしてイーサリアムを中心に主要銘柄に買いが相次いでいるわけなんですね。そしてこれまでの高騰と違う点ですが投資家心理、そして今後の流れを検証していきたいと思いますので最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではチャートの方を見てみますとですね、本当に前回の急騰が高騰があった時はですね、2月9日なんですね。それから約9日間の長いレンジ相場を得てですね、その後、2月18日ちょうど9日間経った後、急騰、しておりまして、その後、実際のところまだ保っている状態ではありますので、今回の本当に抜け方はちょっと、すごく期待したいなっていうところが、個人的な部分ですので、今ビットが3万円台ね、42万円から3万円のあたりを行ったり来たりしている状態ですね。あと、日経平均、昨日ですね、ニューヨーク、アメリカの株式市場はお休みだったので、今回ね、日経平均も、小幅な高騰、続伸しているような状況なのかな、そうですね。ということですので、日経平均も少し、上げているような状況になっています。さあ、それでは世界情勢が投資家心理に与える影響がやっぱり如実になってきているなという感じなんですけれども、過去2、3ヶ月にも何回か相場の回復、高騰が見られたんですけど、やっぱ長続きしなかったですよね。ただ、今回ですね、アメリカの株式市場の大幅高を受けていて、15日ですね、先週末ですね、で東京株式市場でも、寄り付きから幅広い銘柄で買いが先行するという、リスクオンムードになってきているということも、一つ大きいのかなというふうに考えております。ちなみにポイントとしては米中の貿易協議が順調に進んでいるという楽観が幅広い銘柄に買いを誘った模様でもありますね。そして米中両政府が21日22日両日にワシントンで貿易協議を開くと決めていて、合意に向かっているなという見方がやっぱり広がっているわけなんですね。閣僚級会議はこれまでも開催されているわけなんですけど、そこに手応えをトランプさんが感じているというようなニュースも報じられていたりとか、それぞれ投資家心理にすごくいい方向に働いているというような部分があります。気がかりとしては、現在アメリカ株式相場の戻りの勢いは続いているんですけれども、やはり議会の承認を得ずに公約の目玉であります、トランプさんの公約です。メキシコとの国境の壁を建設する目的で非常事態宣言を、したわけでして、アメリカ政府の、政治の分断というのも、一つ気がかりになるんですけれども、もう少しこういった好感度ムードというのは続くのかなという感じはしますね。このあたりしっかりと情報を、見ていきたいなと思います。さあ、それでは弱気相場の底から抜け出すきっかけになるのは実はイーサリアムなのかっていうところですが、今回特にイーサリアムの検討が目立ちましたね。一瞬、15% 近くですか、 20% 近くの高騰もあったんでしょうかね。ちょっと僕もそこはしっかりと把握してないんですけども、パッと相場見た時には 15% ぐらいは上げておりましたね。そしてそのきっかけがもしかしたらイーサリアムなのかなというところなんですが、その JP モルガンが表明した独自通貨 JPM コインなんですけれども、 JP モルガン社とイーサリアムエンタープレイズアライアンスですね、 EEA によって開発されたエンタープレイズプライベートブロックチェーン、クオラムの中で動作するということが明らかになったという、そういったものも一つこのイーサリアムが高騰するきっかけ、そして仮想通貨全体を牽引するというような牽引きっかけになっているなというふうな感じ
感じがしますね。まあ、ポイントとしてはね、米規制当局 CFTC ですね、このアメリカ商品先物取引委員会に対してイーサリアムの仕組みと市場に関する意見書が、ね、提出されたことも要因として見られております。そしてね、このイーサリアムの開発状況も実は好調でして、まあ、3度目のね仮想通貨イーサリアム 2.0 の進捗状況を公開しています。そしてシャーディングの、ね、開発段階であるフェーズ1に着手したことが明らかになって、まあ、期待感が高まるそのイーサリアムと連動した相場変動もね、ビットコインの価格を後押ししたというふうに今見られているわけなんですね。そして直近ではですね、2月27日に、前後に予定されているコンスタンティノーブルですね、まあ、そういったあたりの影響も考えられるのかなというふうに思っています。最近そのコンスタンティノープルに関してはニュースがねちらほら見られたり、その脆弱性をですねビタリック君がちゃんとしっかり否定したりとか、まあ、そういった部分ではイーサリアムがやはりねまた今後なんでしょう、安定した形でね、仮想通貨市場を引っ張っていってくれるのかなと。もしかすると時価総額2位をね奪還することもまた考えられるんですけれどもね。はい、それでファンダメンタルズ要因としての仮想通貨関連法案なんですが、アメリカのですね、ワイオミング州において新たに3つの、ね、仮想通貨関連法案が実は可決されたんですね。でこの法案可決がアメリカの仮想通貨業界における転換点になり得るほど重要なものになるということでね、そういった見方が実は相次いでいて、まあ、可決された主な内容なんですけど、ざっくりいくと、まあ、ブロックチェーン技術企業がですね、企業向けの非貸し付け型の予備帰宅機関、いわゆる銀行に資産を預けることが実は可能になったということなんですね。そしてトークン化された株式の発行を認めると。そして州政府で初めて仮想通貨を財産として認めたということですので、デジタルマネーとしての価値がですね、このワイオミング州から始まるかもしれませんので、そういった部分でこの仮想通貨、いわゆるブロックチェーン関連株などにもね影響してきますし、本当にその何でしょう、普及以前よりですね、その先を見据えて投資している、まあ、個人投資家、機関投資家、様々いると思うんですけれども、まあ、そういった一つ一つの大きな、うねりというのがね、最初はねちっちゃな波だったんですけれども、それがねだんだんと、力を呼び寄せて大きなうねりになるっていうような、一つのね転換点なのかなというふうに感じますので、まあ、とにかくそのアメリカも仮想通貨先進国ですので、そういった意味ではですね、こういった、州によってねアメリカってこの法律が違うじゃないですか、でもそういったものはだんだん波及していく部分に、なってきますので、まあ、そういった今回の、可決もですね、まあ、仮想通貨投資をしておこうという、ちなみに、まあ、底値でねかなりお買い得な、時期ではありましたので、まあ、このあたりでね一気に、買っておこうという流れはね、やっぱ出てくるなっていうのはやっぱ、見えてきましたね。さあ、宝してまとめていきます。長いレンジ相場の後に大きな動きがありそうだということで、動画ではね常々お伝えしてたんですけれども、まあ、今回はね9日間にわたる実はね横ばい状態がね、まあ、続いていましたね。ここからのこのね相場の流れですね、はい、9日間なかなか長かったですね。でも本当に綺麗なね横一線になっているのもまた面白いんですけれども、まあ、短期的な、ね、上昇が続く可能性はやっぱ高いなっていうふうに、ね、僕は個人的には考えておりますので、まあ、押し目は、ね、どこかというと、まあ、一度調整が入るとは思いますので、まあ、今後ですね、のことを考えると、まあ、例年ですと2月は上昇傾向に、ね、やっぱあるわけなんです。過去5年間見てもね、まあ、その流れを今回も引き継いでいるわけですので、まあ、ただそのファンダメンタル、ファンダなどはやっぱ重要なね要素にはやっぱ要注意ですね。その米中貿易協議ですとかね、まあ、北朝鮮と あのトランプさんの、ね米朝、首脳会談もありますし、そのあたりですね、しっかりと見ていきながら、まあ、そのメキシコ問題ですとかね、たくさんそういった情報を、ね、仕入れていきながら投資家心理っていうのを読み解いていった方がいいのかなというふうに、ね、感じております。ただやっぱりその底値感が近いっていうのは専門家の意見は、ね、ちらほらやっぱ出ていましたし、まあ、やっぱり冬の時代が長ければ長いほどですね、その反発、その春が来た時にですね、何でしょう、自然の流れと同じでね
あの花が芽吹く、時でもありますし、このあたりはね、しっかりと、まあ、期待しつつもね、自分の自身のね、スキルを高めていきたいなと思っております。そして主要銘柄のハードフォーク、まあ、いわゆるイーサリアムですがね、ハードフォークですとか、まあ、イベントですね、さまざまなイベント、エアドロップにしても、まあ、あの、なんでしょう、まあ、会議とかね、そういったものに関しても、まあ、変わらずね、相場に影響をもたらすのが、やっぱり現在の仮想通貨市場ですので、まあ、噂で買われて、事実で売られるということもね、想定した方がいいですね。2月27日にコンスタンティノーブル、がありますけれども、まあ、その前後でイーサリアムさらにね、価格変動があって、その、コンスタンティノーブルが、開催、実装されるという、実現するという直前あたりぐらいで多分イーサリアムの売りが始まるのかなという感じもしますので、まあ、このあたりやっぱりね先を見ている人には全く叶いませんので、ゆっくりねあの情報をしっかり、取りながら確実に、仕留めていきたいところですね、はい、さあそれでは仮想通貨や投資全般における思考法や情報が欲しい、収入枠を増やすノウハウ、稼ぎ方を知りたい、ネットビジネスや、ね、投資本業として独立したい、動画配信や広告収入など自分の好きなことで収入を得たいという方は宝時とレイアットアットマーク小文字の XJQ 数字の9026小文字の A アットマーク入れて IT 検索をしてください。はい、非常に個人的な、ことでありますけれど、今日私の誕生日でございまして、まあ、その時にねそういった仮想通貨市場がね高騰してすごく嬉しいことではね、ありますけれども、ただパソコンがねまだ、買い替えしている状況では買い替えはしておりませんので、今もねかなり制限された環境で撮っておりますけれどもね、言い訳していては、ね、前に進めませんので、もう創意工夫で、しっかりとね今のこのピンチこそチャンスですのでね、乗り切っていきたいと思います。ですので皆さん本当にね負けずに、頑張っていきましょう。そして動画配信のね広告収入、生徒さん続々とね集まっておりまして、皆さん本当に頑張っております。今、7名8名ですね生徒さんおります。12月末にコミュニティ立ち上げて8名の生徒さんがね来ていただいて本当にありがたいことなんですけれども、動画配信でねしっかりと収入枠を増やしたいという方、月10万、5万欲しいという方はね、ぜひ、LINE アットに連絡していただければと思います。はい、さあそれでは共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。